今回は日本ナンバーワン恋愛講師の初回デート大公開ということで、私が実際にマッチングアプリで出会った女との初回デートを公開します。私はこれまで YouTube でたくさんの恋愛ノウハウ、ナンパの仕方から外見の磨き方、デートでの会話の仕方、モテるマインドセットなど、男の恋愛に必要なものは0から100まで全て発信してきました。このチャンネルで恋愛を学び、それを実践して実際に成果を出した男っていうのは数知れませんし、私が運営している恋愛を学ぶ学校恋取り大学の生徒たちは週末に1日 3,4 人とデートするのが当たり前で、そこから納得する彼女やセフレを 2,3 人獲得し卒業してきます。この YouTube チャンネルを始めてから約3年、本当にたくさんの感謝の声をいただきました。とはいえ、この動画を見てる人の中にはまだ行動できず全く成果が出ていない、昔よりは女に困らなくなったけど、もっとレベルの高い女とエッチをしたい、妥協したブサイクではなく複数人の美女から追われる男になりたいと、そう思ってる人も多いはず。というか、この世の全男がそう思ってるよね。動物である以上、男が常により良い女をゲットしたいと思うのは自然の摂理なのです。そういう人たちが気になってるのって、私のような女に困らないモテる男っていうのが実際のところどのようにデートしてるのか、何時にどんな店でどんな服装でどんな会話をして、どんな体の動き方をして、どんなスキンシップを取って結局デートしてるんだいっていうのが一番知りたいところだよね。 YouTube にはたくさんの恋愛系の発信者がいて、みんな同じように一生懸命カメラの前でこうやって恋愛ノウハウを話してますが、実際のところあなたは女をどのように口説いてるんですか？あなたの言ってることはリアルなんですか？っていうのが一番気になるところじゃないですか。私もそう思います。あなたが恋愛が得意なんだったらその姿を見せてくださいと、ノウハウを知ったところで実際に使ってる姿を見ないとよくわかりませんと、そう思ったので、今回は私のプライベートの女との初回デートを初公開してきます。今回はマッチングアプリで出会った26歳女との初回デートで、カフェで5時から約1時間のデートを記録しています。この1時間のデートの間に私の会話のテクニック、計算されたアプローチ、相手の女の心理など様々な情報が詰め込まれているので、それを一つ一つ途中で解説してきます。例えば、今の女の仕草にはこういう意味がありますとか、この会話をした時の女はこんな心理状態でとか、今の行動は相手の女を支配するためにしましたなど、あなたがこれから実際に女とデートをする上で直面する問題をこの動画で解決し、あなたがデートで相手の女の上に立ち有利になるような正しい判断ができるようにこの動画を作ってあります。私が初回のお茶デートで女にどんな会話をし、どんなアプローチをして距離を縮め女を濡らしているかというのを公開しますので、ぜひ最後まで見ていてください。気合入りすぎて30分前ぐらいに決定した。席に着いてから早速約15秒間くらい沈黙がありましたが、私は無理して会話をしませんでした。なぜなら最初からこの沈黙をなんとか埋めようと無理して会話をするのは自ら女の仕立てに出てしまう行為だからです。ほとんどの男は初対面の女と沈黙が生じると、その不快感を避けるためにすぐに会話を再開しようとします。これは自分が沈黙に対して焦ってること、自分に自信がないことを相手に示してしまってるんですね。だから私は無理して会話をしませんでした。またあえて沈黙させることによって自分の自信と余裕を示すという意味もあります。すると相手からこのコーヒーが苦いみたいな表情をしてきたので、私が会話を再開させたという流れです。女との会話で沈黙になってしまう時があります。どうしたらいいですかという質問は多いですが、沈黙は悪いものではなく戦略的に使うものです。自信のある男は沈黙を自然な会話の一部として受け入れ、会話を自分のペースに持っていきます。私はこのデートで沈黙を操り、この場を支配しています。沈黙になっても慌てる素振りを見せることはなく、自分のペースで会話を進めるというのがデートの会話で重要なポイント。まずいか。何の味？分からない。何？分からない。分かんないです。え、カフェラテじゃない？見た感じ。あ、これカフェラテ来ないじゃん。あの、俺好きだ。ここで相手の女が私に苦かったカフェラテを飲むように勧めてきました。基本的に女は生理的に無理な男に自分の飲み物を飲んでみてとは言いません。なぜなら生理的に無理な男と間接キスはできないからです。なのでこの時点で私のことを生理的に無理ではないということがわかります。美味しい。カフェラテ飲める？飲めます。何が好きなの？食べ物。何でも食べれますよ。嫌いなものない。ない。あ、人参がちょっと食べれます。人参。人参食べるんですか？めっちゃ食べるです。人参食べるでしょ。いつ？野菜の中で一番うまい。本当ですか？変わってます。そう、変わってる逆に。人参好きな人初めて見た。そう。友達少ない人って。サンプル数少なくない？
俺と周りみんな好きだよ。いつ食べるんですか、人参って。いつ、いや、普通に食べるよ。みんなで集まった時とか。何食べる食べる。みんなで集まった時に食べるよ。はい、ここで嫌いな食べ物の話になり、人参が話題になりましたので、ここで少しユーモアを入れた会話をして、相手のこともガキだね、友達少ないでしょなどと言って軽くいじりました。このように会話の中でユーモアを入れ、相手を軽くいじることで感情が動き、相手とより親密になれるからです。あなたも仲がいい友達とお互いいじり合ったりすることがあるかと思いますが、男女の関係もいじり合うことで距離が縮まる。嫌いな食べ物は何ですか？あ、人参ですか？僕も嫌いです。まずいですよね、という予定調和的な話をしても、相手の感情は動かず親密になりにくいので、うまくいじることができれば距離が縮まりやすいです。とはいえ、この相手を楽しませてかついじるという行為は、相手のキャラや性格を感じ取り、いじっていいラインといじってはいけないラインの絶妙なところを言うことで効果を発揮しますので、場数を踏んでない男にとっては難しいものになります。むやみに空気を読まずいじってしまうと、ただ相手が不快な気持ちになり、あなたにマイナスな印象を抱くだけなので気をつけましょう。何かあった？うん、何かあ、うん、ありました、ありました。何か何でいや、なんか忘れました。あ、嘘だ。なんか私すぐ間空くんですよ。あ、そう。連続とかで できないんですよ。一回にすごい疲れちゃうんで。あー、じゃあもう半年単位とか何ヶ月単位。あ、そう、何ヶ月単位で空いちゃうんで、もうなんか忘れるんですよね、その人のこと。いや、興味なし。あ、そうですね。どういう系がいい？ドリンク。あ、本当ですか？やっぱワンマンじゃなかった。ワンマン。はい。はい。ちょっとすぐね。あ、すいません。すいません。はい。よく気づきましたね、あのおじいちゃん。よかった。飲みすぎなくてよかった。確かに。連勝、連勝っていうか。取られるのかな。これ全部飲んでたら取られてたかもしれない。え、なんて言ったっけ？飲み比べって言ったよ。多分そういうことだと思う。あれ一つだったから、多分他の人の飲み物だったんでしょ。そう。普段六本木が多いですか？いや、まあ、たまに。いや、なんとなくなんとなく聞いただけ。はい、ここでは私のアイコンタクトに注目してください。ここまで私は特に会話は多くしてないのに、相手は笑っていて会話が盛り上がってる印象ですが、これは私がアイコンタクトを意識してるからです。私は相手の女が話してるときは相手の目を見て話を聞いてる態度を示して、自分が話すときは少し相手と目線を外しながら、話が終わるときに目を合わせてアイコンタクトを不当点のように使っています。なぜならアイコンタクトで女は相手の自信、コミュニケーション能力の有無っていうのを判断するから。私が自信を持ってアイコンタクトを取るので、この女は私が特に面白い話をしなくても照れて笑っている。そしてアイコンタクトを句読点と同じように使うのは、それにより相手の感情を動かすことができ、自分の自信を示すことができるから。特に大切なことを言う前にアイコンタクトを変化させると、より説得力を持たせることができる。逆に相手が一生懸命話してるのに、あなたが目をそらしていれば、この人は自分の話を聞いていないんだと相手は判断しますし、自信がないと思われます。基本的に弱い男は会話の際に相手の目っていうのを見れないからね。とはいえ、常に目を見開いて相手をじーっと見てるのも怖いと思われるので、アイコンタクトは効果的に使わなければいけません。アイコンタクトの長さは話している時間の 50% から 75% が最適だと言われています。それ以上合わせると相手に脅迫的な感じを与えますし、それ以下だと自信がないと思われます。頭に入れておきましょう。普段どの辺が多いんですか？恵比寿とか、まあこっちの方が多いかな。なんか渋谷とかだと人多くて入れないから。確かに。そう、こっちの方はまあまあいるけど、渋谷よりね。確かに。六本木のカフェはそんなに混んでないの。あ、ありがとうございます。はい、すいません。はい。
お、これだよね。飲み比べって言うのはさ、どう飲み比べんのかなみたいな。あー、確かに。これ絶対苦いやつだ。これコーヒーだ。ですね。チューがミルキーです。ワンワンなんてあるの？何買いました？まあちょっといっぱいあったし、うん、いい意味でいい意味でいい意味あるそれそんなちょっと仕事忙しかったからそんなやろうとこの時期が忙しいんですか？そうだね。いつが落ち着くんですか？まあ、1、2ヶ月したら。まあでも、すかせられる。一定期間頑張れば。逆に忙しい次とかある？いや、ないです。ない。行って。ずっと同じですね。予約制なんで。あ、そうなんだ。いいの？残業するとかはあんまり。作業？残業？あ、残業？あ、残業ないんだ。残業基本ないです。あ、めちゃくちゃいいです。いい。残業？じゃあ何時に終わる？平日は8時半ぐらいですね。8時半？長くない？平日でしょ？1日が長いんですよ。1日が長い？あの、週休3日だから。あ、そうなんだ。1日が長くて。何？でも8時半から残業だったらやばい。私でも前の職場の方がもっと遅かったです。10時とかに。10時がやばい。美容クリニックだったんで終わるの遅いんですよ。10時美容クリニック、うん、なんか9時半に一応終わってそこから締め作業があるんで終わるのが遅かった。すごい。10時半はちょっと。普通の会社員とかやってたときもあるんですか？あら、あない。あ、ないんですか？でもバイトとかある。バイト？普通のバイト。飲食店とかですか？闇バイト。やってそう。得意。それで金銭と苦い。美味しいでしょってか普通に。おお。食らうね。朝を目覚めそう。飲んだことのない味が。コーヒーを追求しすぎた味してるそうですね。コーヒーすごい好きな人には良さそう。私じゃ好きでした？そうでもない。あ、強すぎる。ガキだから俺あんま飲めない。強い。砂糖入れたらもっと美味しいかもしれない。闇バイトってどんなことするんですか？闇バイト。それだから薬運んだりとか。楽しい。楽しいの？やりながらも。お金いっぱいもらえるし。お金いっぱいもらえるし。ああ、確かに。あ、リスクあるけど。リスクあるともらえるんでしょうね。そう。みんなやりたくないじゃん。確かに。だから俺さ、進んで。どこに運ぶんですか？え？いっぱい、うん、普通のか。タイ？本当に？信じそうだね。何でも信じそうだね。分かんない。どこからがそこ分からない。いやいや、嘘でしょ。じゃあ、そうなんだってなる。そうなんだってなったら、あなたの知り合いとか気になるんだけど。え、薬運んでたの本当ですね。嘘だよ。あ、嘘なの？なんで？いやいや、すごい。俺、どんだけやばい見た目してた。分かりにくい嘘ですね。
ちょっと見た目で払っちゃうぞ。本当に聞こえない。闇バイトは本当ですか？闇バイトは本当じゃない。普通のバイトなんか普通に。ピザハットとか。やつだね。てか作る。ウーバーイーツです、ウーバーイーツ。ウーバーイーツ、良さそう。何が？適当に食べちゃう。何がいいの？教えて。具体的に。あの、隙間時間でできるから。あー。確かにそれはある、いつでもできるじゃないですか。何時に起きたのか。じゃあメンタルです。あ、そうなんですか。大人になってウーバーイーツがつながるメンタルです。なんでウーバーイーツ始めたんですか。いや、やるしかない。それどれぐらい続きました。いや、でも結構やってましたよ。半年ぐらいやってましたよ。あ、結構やってましたね。やってました。チャリで運ぶんですか。チャリ、ギアなし。辛いし、坂道とかやばいんですよ。何ギアなしって。え、ギア知らない。素晴らしい、チャリ乗ったことない。あります、あります。え、ありますよ。嘘だ、あります。ギア知らない人、やばいです。やばい、これ絶対やばいじゃん。金持ちじゃん。違う。ギアなし絶対知ってるわ。え、普通のチャリってことですか。ギアなしのジャック。ギアあるのがこうやって変換する。はい、ここまで私の昔していたバイトの話をしました。ここで私は闇バイトをしてたなどと適当な冗談を言って会話をしています。それが嘘という話をしたのに相手は本気で信じていたようなので、俺そんな怪しい見た目してる、闇バイトやってそうでしょ的なことを話しました。相手が笑顔になる会話の一つとして自分を下げて笑いを取るという手法があります。相手をいじって笑いを取るよりも比較的簡単な会話の手法なので取り入れると効果的です。例えば自分が相手の女より年上でジェネレーションギャップを感じる会話があれば、誰がおじさんや、おいおじさん扱いするなとかも使えます。ただあんまりやりすぎるとただの自虐ばかりの男になって自分を下げてしまうのでバランスを考えて使うようにしましょう。いや、あるのがこうやって変換する。あ、重くなったりする。私重くなるチャリ乗ってたことあります。あれ何がいいのかよくわからなかった。進む進む、いや、重いもん。いや、これちょっとやばいな。育ちいい、めちゃくちゃ送り迎えとかしてもらってたし。そうなんだ。休みの日何してんの。結構家にこもってますかね。アニメ見たり。アニメ、何の。結構何でも見ますよ。例えば最近はハンターハンター全部。あー、ハンターハンター、ハンターハンター、ガチョウ面白いらしい。見たことないです。ちょっとだけ。あー、面白いですよ。なんだっけ、あ、強いやつ。ヒソカ、ヒソカ、ヒソカ強い、ヒソカ強い。それは浅い情報しかないです。だいぶ浅いです。長いらしいじゃん。長い、150話ぐらいですかね。死ぬ、死ぬ。マジってことじゃん。そんな見れない。でもずっと見てます。あの、本当にずっと暇さえあれば電車の中とかでもずっと見てます。じゃあ全部見た。マジやば。1週間ぐらいで見終わっちゃいます。マジで。それすごい。相当暇だね。よくさ、遅い、まあまあ遅いじゃん、終わった仕事。確かに。朝は？朝8時45分から。ああ、遅くないね、早いね、まあまあ、普通に早い。でも朝の通勤時間中とお昼休憩の時と、はい、お昼休憩、お昼休憩長いんで。長い日だと2時間ぐらいあるんですよ。そんないらなくない。歯医者さんってなんか多いですよね。あ、そうか、3時スタート。そうです、休診時間が長いから。仕事大変。いや、なんで暇なんですよ。あ、来ないな。あんま来ないですかね。平日はあんま来ないですね。遅いでしょ。あ、じゃあ来ない時は何してるの。みんなでお菓子食べてるか。マジで。おしゃべりしてるか。俺もその仕事したい。ちゃんと
カフェで働いてるんですか？カフェで仕事してるんですか？仕事そうだね、カフェか自分でしか。今どこら辺？まあでも大体あの田舎だからヤンキーは多かったですね。みんな怖かったです。私は地味に陰キャでしたね。めちゃめちゃ陰キャでした。ただのクラスの5軍、クラスの下の方にいましたよ。5軍ね、一緒じゃん。何軍まであるんですか？え、6ぐらい。そんなあるんだ。そんなに細かく分けられてるの？ヒエラルキーってあるじゃん。俺も5ぐらいだった。6ではなかった。あ、ギリギリ。私もじゃあギリギリ6ではなかった。最下層もいいから。金扱いはされたことなかったから。え、金としては使われなかったんで大丈夫です。パシーとして、それはもう6になっちゃうじゃないですか。そう、前から試合ついた前は2年以上前ですね。もし、なんで？あー、なんで？なんで？気づいたら？気づいたら2年経ってました。マジ？時の流れ早いなって思ってたから。なんで終わっちゃったの？なんで？なんか日々の積み重ね？あ、じゃあ私から言った。いや、私から姿を消しましたね。あ、マジで。何やだろう。今後のさ、材料として。はい、ここまで2人の会話を聞いていて気づくことはありますか？ちょっと考えてみてください。ここまで私は常にこちらから質問をして、相手の仕事の話から住んでる場所、休日の過ごし方、見ているアニメ、昔の彼氏の話まで、全て相手に自分の情報を話させています。なぜなら人間というのは自分のことを話すのが好きなのを私は知っているからです。これは人間の本能で、特に女はとにかく自分の話を聞いてほしいので、女がみっちり1時間自分の話をして帰ったら、その会話を気に入るに決まってます。だから質問をして回答が来たら、それをさらに深掘った質問をして、相手に自分の話をさせるように自分が会話をコントロールしなければいけない。私は相手から質問が来てもサクッと適当に回答して、逆にどうみたいな感じですぐに相手に話を戻します。その結果、私はこのデートで自分の情報をほとんど話さず、相手がほとんど話すことになりました。コミュ力がある人というのは自分の話をするのが上手い人ではなくて、相手に的確な質問をして話をさせ、それを聞くのが上手い人。話を聞く時の態度、ボディーランゲージというのは、首を少し斜めにして首の側面を見せながら話を聞くと効果的で、なぜなら喉と首という急所を自ら露出することで、自分はあなたを受け入れているというのを示し、そして横に傾けることで、その人の顔が小さく見え、威圧感が減るからです。ボディーランゲージで自分が相手の話を聞いているというのを明確にしてください。なんか、多分怒る時点が読めなくて。あ、怒るんだ。どこで怒るか時点が分からなくて、なんか疲れたっていうのが一番でかいです。怒られちゃいます。怒る人はあんまりない。怒る人は嫌です。じゃあ俺大丈夫そうだ。怒らないで。怒らそうだ。え？怒ったらでも怖そうですね。あ、怒んない。怒ったことない。人生で、ね、すごいですよ。そう、女性に怒るな。イライラすることはあるんですか？まあ、人間だから。どんなことでしますか？腹パンぐらいしますか？腹パンはするんですか？腹パンはするよ、それは。するでしょ？しない。腹パンぐらいするよ。しないです。彼女でしょ？腹パンはするよ。腹パン膝切りぐらいは。それはだいぶやばいですね。そんぐらいはまあ、普通に。いや、それ以上はしない。それだけに。それ、それでもやばい。顔とかはさすがにいいからさ。かわいそうに。虐待じゃん、それ。腹パンしてる。腹って見えないじゃん、人から。
典型的なやつだ。そうそうそう、外傷があるとあのバレちゃうから、他の人たち顔とかここら辺はちょっとやめておいて、ここに腹腹だと水着着ないと分かんない。まあムカついちゃうんですけど、あんまムカつかないから。やばいやつだ。そこでどんなつけたの？これは2年ぐらい。あ、長いですね。長いですね。最高どれぐらい？半年。あれでもさ、はい、1年。本当ですか？はい。あ、短いです。濃密度あ、その半年間の。毎回何で分かれちゃうんですか？毎回意見の食い違い。どんなことで意見食い違ってるんですか？俺は焼肉食べたいのに寿司食べたいとか言い始めたから、それで喧嘩になって、そんなで喧嘩になっちゃう。そうそうそう、殴り合いになってちょっと別れる。お互い食に貪欲し、簡単に言うね、簡単に言えば意見の食い違いかな。まあ意見はみんな違いますから。何作ったの？最終形態。どういうこと？気になったよ。見た目の体質じゃん。見た目そんなないですよ。じゃあ、いけない、嫌なタイプ。あの、顔とか見た目の。嫌なタイプはいっぱい出てくるし。細い人。あ、細い人。なんで？なんで？なんか細い、もっと太ればいいのになって。なんか弱々しい。あ、そう、弱々しい。蹴り飛ばしたくないじゃない。蹴り飛ばしたくない。結構合ってるね。俺も結構暴力性やばいからさ。後ろから見た時とかになんか足折れそうだな。あー、確かに女の子より細い人がいるもんね。多いじゃないですか、そういう人。あんま好きじゃない。あんま好きじゃない。そのじゃあデブの方がまだいける。あ、そうですね。ガリよりは。ガリよりは。そう。まあ言うとでもデブの方がよろしくはない。まあよろしくはないですよ。清潔感に欠けるじゃないですか。やっぱり。正論言うね。清潔感が一番大事ですよね。顔の作りなんかよりも見慣れるんで顔は。いいんですよ、正直顔なんて。なんでも。そう。なんでも。自分が良ければなんでもいい。自分のことで精一杯なんで、他人の顔なんて。彼氏には持たないでしょ。いやでも女の人そんなないんじゃないですか、イケメンがいいって。女の人の方があれだよね、妥協できる、顔は。それ以外の男の人の方がなんか妥協しないですよね、顔。そう、
そうだね、やかましいことそうだよ、女の子が妥協できる。なんか大してイケメンでもないのに、なんか綺麗な人がいいみたいな面会いるじゃないですか。飛ばすか。飛ばしてる。飛ばしたくなりますよね。てめえの。てめえが言うんじゃねえ。おっしゃる通りです。まあ、ちょっとは間違いないね。俺もそう思う。思いますね。いや、友達とかもいるじゃん。なんかさ、めちゃくちゃ。いるよ。女紹介してよ。お前を紹介したら俺が怒られるよ。迷った人はどうだったの？迷った人、うん、これ充電器ですか？そう、これ便利だね、コンビニに返すの。あー、使ったことない。どこのコンビニでもあるんですか？そう、これ便利だよ。どんなやつあるかな。あ、それ違う。iPhone でしょ。 iPhone です。これ。あー、そういうことか。使えばあるし。あ、そうそうそう。そう充電できる。あ、それね、これ押さないから。そうそうそう。あ、すごい、初めて使った。めっちゃいいよ。そんな高くないし。何ですか？そんな高くない。何時間でもいいですか、借りて？いいよ、その代わりお金取られるけど。あ、何時間いくらみたいな感じで。そうそうそう。まあでも1日借りても普通に1000円ちょいで。今コンビニとかどこにでもありますよね。そう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 。これ壊しちゃったらどうするんですか？もしなくしたりしたら。バレるんですか？弁償、バレるんじゃん。アプリでさ、コントロールしてるから。あー、そういうことか。そうそう。買おう。あれ、さっき何でしょ？何の話したっけ？なんだっけ？あ、こんな話？あ、前会った人。前会った人、普通でしたよ。普通？うん。いや、もう覚えてないですね。ダメだった。なんで？なんでだって、なんでだろう。いや、なんかどっちでもいいんですよ。どっちでもよかったんですよ。2回目やってもいいし、会わなくてもいいし。でもなんか日程が決まんなかったんですなと。そのまま流れたっていうだけですね。あ、そこまでではなかったって。あ、そうです、そもそも。なんで？ここまでで彼女と出会ってから約30分ほど経ちました。ここで注目してほしいのが彼女の座ってる姿勢です。彼女は常に前のめりの姿勢で会話をしていて、手も机の中央まで伸ばし、私の手の近くで手遊びをしています。これは彼女が私に脈がある証拠です。脈ありの場合、女は自然に身体的距離を近くしてきます。逆に脈なしの場合は背もたれに寄りかかり、質問も相手から自分に振ってきませんし、最悪の場合スマホをいじります。なのでこのような反応、姿勢が出たら脈ありと考えて軽くボディタッチをしても良いでしょう。この30分ほどのデートで私は相手の脈が高いなと感じ、机に出てる手を握ってスキンシップを取ってもいいなと思いましたが、この日はこの後私に予定があり、この日にお持ち帰りどうこうというのは考えていなかったので、焦る必要はなく手は握りませんでした。1回目のデートでぐいぐい行き過ぎても余裕がないと思われる可能性もあるので、焦る必要はないでしょう。なんで？あれはさ、違う、なんかそんななんか1回で決まんないじゃないですか。1回でなんかよくわかんないんですよ、私。あ、そんな1回ですごいいいってなることもないし。
4回会うと変わるの、うん、3回ぐらいあったら分かるんじゃないですか。なんか夜ご飯3回食べたぐらいじゃ正直分かんないじゃないですか。ああ、分かんない。てかまあ机挟んで飯とかコーヒーとか飲んでも分からん、分かんないじゃないですか、相手のことなんてよく。一緒に富士山ぐらい登んないとね。結構わかるし、そしたら富士山の分かる、だいぶ分かるじゃないですか。だいぶ分かるよね。あ、こいつ全然私のこと助けねえじゃんみたいな、ね、めちゃくちゃきつい時自己中じゃんみたいな。めちゃめちゃ先歩いてくじゃん、こいつ。みんな多分あの確かにデート富士山行った方がいいよ、ね、俺そう思うよ。富士山登ったことない。私、うん、俺も小学生で、小学生で登ったんですか。もともと学校の、そう、小学生って登るものなんですね。まあ登らされたよ。あ、私も登ったじゃん、きっと山に。でも富士山じゃないですね。頂上まで行くんですか。いや、なんかない、途中でやめた。きつくて途中でやめるとかできるんですか。できる計算命の方が大事じゃん。え、そんなことが許されるんですか、義務教育で。はい、やっぱ小学生なんで。だいぶ緩めない。 10歳ぐらいです、11歳です。さすがにね、もう小ママです。さすがに、さすがに。富士山登ったら分かるでしょうね。分かるね。飯3回食っても4回食っても分かんないよ。分かんないよ。で、まず富士山に向かうまででちょっと分かるじゃないですか。まあね、あの長距離の移動を。確かに。で、また富士山登って、富士山からまた帰らなきゃいけないっていう余計に疲れてる状況で。確かに、ま、旅行とかいいね。旅行とかめっちゃ分かる。一緒に泊まってさ、一緒に、まあそんな嫌いなやつと何泊もできないけど。はい、ここで私は机を挟んで 3,4 回デートをしたところで、相手のことはわからない、富士山に一緒に登ったらわかるかもねと語り、恋愛において男女の関係性を早く進めることは悪いことではないというのを遠回しに相手に教育しています。こういう話を途中で入れることで、後々の告白、お持ち帰りの打診が通りやすくなります。なぜなら、告白やお持ち帰りをしようとした時に相手から言われるだろう、まだ出会ったばかりじゃんという言い訳を潰しているからです。旅行好き？行ったことある？旅行は行ったことない。ある。どこ？でも全然行かないですよ、行く友達がいないから。あー、だよね。俺も旅行って一人で行きます。行くの？行かないです。仲間？一人でも行くよ。最近どこ行きました？一人で。最近？京都とか。あ、一人で？何するんですか、一人で行って。お参り。いや、笑いすぎでしょ。お参りしたかったんですか、京都で。もちろん。ちょっと邪念をもう払って。有名な神社があるんですか、京都で。そうだね、清水寺とか。めちゃめちゃ有名な清水寺が好きだね。私も知ってますね。知ってる？清水寺めっちゃ好きだよ。いいよね、あそこら辺は。いいですね。気がいい。京都は気がいいから好き。確かに。京都何泊したんですか？3泊ぐらい。一人で行って？だいぶいましたね。そう。自分を見つめ直した。見つめ直せそう、京都まで行ったら。直した。すぐ戻るけど。あんま意味ないですね、じゃあ。そう。すぐ忘れちゃう。新幹線乗ったよね、こっち帰ってきちゃったら。早いですね、忘れるのが。だいぶ。ちょっと気分直した時から、病んだ時は京都行きますね。清水寺ですか。そう。一番ミーハーのとこ行って。やっぱりミーハー、あの、人気のとこっていうのは間違いないってことだから。あ、確かに。そう。他どこ行くんですか？もう行かないね。他行かない？あ、一歩。3日とも清水寺行くんですか？いいよ、あそこ。もっと行くとこたくさんあるのに。そうですか。気に入ってる。でも結構なんか一個一個が遠いから。
そうなんですよ、回るの大変じゃないですか。そうです、まあ、でもあの街とかもさ、なんかいいじゃん、東京と違って。なんか嵐山から清水山まで行くのも反対側だから、そう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 、大変ですよね。嵐山は1回だけ行ったな。嵐山好きですよ。嵐山もいいよ。よかった。しかも人多いけど。だいぶ人多いですね。人いないかったらやばい。めちゃくちゃいいよ。あ、確かに。人いすぎても歩くのも大変ですからね。それは。人いい。水あげる。明日は何するの？明日仕事か。土日でどっちか出なきゃいけないんですよ。あ、そうなんだ。土日は終わるのが早いので、診療が。大変だ。大変ですよね、本当に。8時半でしょ。てか、写真より綺麗だね。本当ですか？ああ、ありがとうございます。そう。ここで私は相手の女を写真より綺麗だねとこのデートで初めて褒めました。褒める時も一度アイコンタクトを外し語尾で目を合わせて写真より綺麗だねとストレートに柔らかい表情で言っています。それを言った後も自分から目を合わせ自信を示しました。それに相手の女が照れて笑ってごまかしていましたね。このように相手を褒める、自分を男として意識させるフレーズっていうのは1回のデートで1度か2度言えば十分です。あんまり褒めすぎても褒めてると思われますし、何回も褒めてくる男の褒め言葉には価値がなく相手の感情は動きません。また別に全く関係ないことを話していて急にこういうことを言うぐらいの方が相手の感情が動くでしょう。なので褒め言葉なんかはデート中盤や終盤のタイミングで 1,2 回言えば十分です。ケースつけないんですか？生の方がいいじゃん。割れたことないですか？割れたこと、ちょっと待って、あのこれケースあれだ、カバー、カバー、これ仕事代仕事だし。あ、そうなんですか？そうそうそう。すぐ対応できるような。2台持ちなんですね。そうそう、仕事だね。どうした？いや、なんでもない。なんかカフェって気まずいですね。なんで？あんまカフェ来ないから、人と。あ、そうなの？女の子なのに珍しい。行かないですね。友達とも行かないです。嘘でしょ？ほんと友達いないんだよ。違う。ほんと友達いないの。行くじゃん、だって女の子。友達とカフェ行こうってならない。行かないの？どうするの？どうするの？行かないですね。友達とカフェ。マジ？何するんですか、みんなカフェ行って。でしょ、おしゃべりでしょ。好きな男だと、男同士はあんま行かんよけど、女の子だとほらみんなね、いるやん、二人で話してるでしょ。たくさん行かないですよね、友達カフェなんて。行かないんだ。珍しい。会うときはどこが多いんですか？誰と？アプリで。ご飯かカフェじゃない。でも3人ぐらいしか会ってない。どうですか3人は。まあ普通。別に悪いことじゃなかったけど。
まあ、付き合うのは難しいですよね、ああいうのなんか。そうだね。なかなか。でも多いんですよ、私の言葉。まあ、それで付き合ってます。みんなそうです。マジで？それで結婚してる人も多いし。マジで？みんなすごいなって思って。じゃあ、相手が職場の人たちはみんなアプリで付き合ってるという話をしていて、じゃああるねと自分のことを指差して言いました。これも男として意識させるフレーズとして有効ですね。確かに。みんな。みんな付き合ってますね。マジ？職場の人はほとんどそう、みんなそうですし。じゃあ付き合うよ。付き合えるじゃん。何してるんですか？寝てるから。絶対寝てるの。みんな何話すんですか？ここでも長く沈黙させていますが、これは全く問題ありません。私は沈黙に全く慌てておらず、すっと相手と目を合わせているので気まずい雰囲気にはなりませんし、逆に相手が沈黙を破るため私に話しかけてきています。デートで大事なのはとにかく余裕を持ち、慌てないで自分のペースで話すこと。逆に沈黙に焦って無理やり話そうとするのは相手に自信がないのがバレます。あ、そう、溜まってる。来ないのか。お、こうしてる。まあ、なんか無理してね。それもなんかちょっと気まずい感じだよ。そうですね。無理して話すのも気まずいから。え？無理して話すのも気まずいじゃないですか。趣旨、趣味は？大休みの日はみたいな。やっててもさ。無理に話す必要ないんですよ。そうだよ。あの、無言で入れる人の方がさ、いいでしょ？あの、うん、結局。確かに。付き合う人とか。私でも結構平気なんですよ、日本。マジ？じゃあ一緒なんだよ。なんか1対1だったらそうなっちゃいますよね。いや、そうなるよ。いや、無理じゃなくて。ずっと話してるのは無理じゃないですか。話さないと疲れるし。考えるのも疲れるじゃないですか。疲れるし。何話すの？まあ、とはいえね、一人でっていうのも寂しいからね。確かに。それは友達だね。そうか。だから、なんで待って、やっぱカフェは気まずいなって思って。カフェ行くのやめようと思った。酒とか入ってた方がまだ喋る。いや、でも俺とか別に気まずいとかなさそうじゃない？そんな気まずいとかはないんですけど、なんかカフェって隣と隣の席が近いじゃないですか。なんか考えますよね、話すこと。ああ、確かに聞こえちゃうもん。そうです、そうです。まあ電車だけどね、苦手なんですよ。友達でも苦手で、なんか電車とかでも話すの無理なんですよ。だから友達と、会話聞かれてそうで嫌なんですよ。自分が聞いちゃうんで。絶対に聞いてんの？あ、聞いてます、聞いてます。だから聞いてた。みんなの話じゃない。で、一人でカフェとか行ったら、隣の人の会話とか、イヤホンしながら聞いてるんです。イヤホンしながら？イヤホンして。外してる時もありますよ。でも、興味深い会話してたら聞いちゃうんで。リアル探偵だね。探偵向いてるんで、こっち。探偵になろうかな、じゃあ。ってなってもいい。でも、アドバイトですよ。アルバイトあるの？あります、あります。マジで？
くっそ楽しいぞ、俺やればよかったわ。くっそ楽しそうじゃん。いいな。ちょっと正社員だったら責任重いじゃないですか、あの探偵の正社員なんて。アドバイトぐらいでちょうどいい。確かに。アルバイトあんだ、面白いな。インディードにありますよ。お持ちはタイプ。何ですか？タイプ。私の？タイプ。あ、私が？あ、本当ですか？どこら辺が？それはちょっと言わなきゃダメですか？言わなきゃダメですか？いや、別にいいです。恥ずかしいじゃないですか。ありがとうございます。なるほど。ここでめっちゃタイプと私がストレートに言いました。こちらはあなたに好意があるというのを示し、自分を男として意識させるためですね。こういう言動を全くせずにいきなりボディタッチ、肩を抱いたり手をつなぐなどのスキンシップをしてしまうと相手がびっくりして拒否される可能性があります。なのでデートではまずは言葉とアイコンタクトで好意を示し、次はボディタッチ、次は肩を抱いたり手をつなぐなどのスキンシップといった感じでステップバイステップで距離を縮めていきましょう。本日人多いですね。あ、今日土曜日だからか。しかもなんかハロウィンだ。ああ、そう。本気ってハロウィンそうしてる人いるんですか。いやー、どうだろうね。渋谷だったらいそう。パリピ多いからね、でも。本気多い。パーティーとかしてるんだ。あ、クラブとか行ったらいるのか。あとここら辺キャバクラ多いですもんね。そう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 。確かに。そういうイベントやってるのか。そうそうそう。クラブとか行く？行かないです。行かない？なんか、もう行かないですよね、この年齢になると。まあ確かに。大学生の時とかは行ってた時もありますよ。もう行く友達もいないですよ。行かないんですか、クラブとか。俺も、アラサーだから。友達多そう。いや、マジないよ。よく言われるけど。なんかパリピの友達とかにする。本当にないよ。ないんですか。いないね。じゃあ誰と遊ぶんですか、普段。一人で。一人で。兄弟います？兄弟？いる。いるけど4年ぐらい。弟？俺が？うん。いる兄弟は。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん東京ですか？お兄ちゃん。お兄ちゃんは多分東京。あ、そんなそれぐらい会ってないんだ。そうそう。会ってない。実家には帰らないんですか、あんまり。そうだね、あんまり帰らない。実家どこですか。実家は、川崎のほう。川崎か。治安悪そうなところです、ね、そうだね、まあ、でも俺の地域はそうなりますね。でも帰ろうと思えばすぐ帰れる国です。そうそうそう。逆にでもさ、帰れる距離だから。あ、帰らなくなっちゃう。よくないね。連絡は取るんですか？あ、たまに来る。ちゃんと返信してます？するやん。しないんだ。する。してあげないとかわいそう。そう。ちょっとするわ。帰った方がいいですよ、実家。なんで？いや、帰らないとかわいそうじゃないですか。
帰ってる？実家。実家に住んでるんで。あ、そうなんだ。実家出る予定ないですね。私結婚するまで。あ、そうなんだ。じゃあそろそろ。結婚して初めて出ると思います。あ、本当？同棲とかもするつもりないんですよ。あ、そう。あまり同棲に意味を感じなくて。なんかいません、あの絶対結婚する前は予定したいみたいな人。あ、います。私よくわからないんですけど。別に自由だよ。もう絶対とかない。相手が結婚するまで実家は出ない、同棲するとか意味ないなどと言い、自分の価値観を話しています。ここでついね、それはさちょっと違くないみたいな感じで相手の価値観を否定する感じで反対意見を言ってしまう男もいるんですが、これは言わないでください。なぜならそこで自分の意見を肯定し相手の価値観を否定したところで結果に繋がらないから。女がデートでよくわからないことを言ってることっていうのは多々あるんですが、相手の女が自分と明らかに価値観が違うことを話していても、そうだよね、確かにそういう考えもあるよねなどと同意しておけば OK です。マイナスになる発言は避けましょう。同棲したことあります？ちょっと1ヶ月ぐらい。だいぶ短い。1ヶ月ぐらいあるよ。1ヶ月同棲して別れたんですか？1ヶ月、うん、ああそうだ。なんでそれは合わなかったんですか、生活感が。そう、あ、てかまあちょっとさ一人の時間もいるじゃん、うん、それでちょっと一人ってやっぱ大事ですよね。そう、一人好きそう。一人好きですね、だいぶ。じゃあ友達いないどうしたら一緒にしないでほしい。いない。本当に友達ないんですか？私は本当にないんですよ。なんか偽物のやつだったら嫌な、ダメですよ。すいません。あ、私カフェ巡りしてみたいかも。したことない、カフェ巡りって。したことあります？いやー、まあ、こういう仕事でね、カフェ使うけど。あ、どこでカフェ巡りはあるじゃない。デートとかでないですか、カフェ巡りしたことは。デートで、あ、デートで、まあでも入ったりはするけどね、なんかちょっと。なんかあのカフェ巡りってみんななんかお腹タプタプにならないんですかね。毎回ケーキとか食べるんですかね。インスタのスタイルでしょ。あ、 SNS やるタイプですか。あんまやんない。なんで、やる？いや、やらないです。これもやらない、まあ、人の友達いないとやる意味がないんですよね。ごめんフォローする人がいないから。あ、ごめん。だからアカウントもないです。私見るだけのはあるんですけど、友達と繋がったりしないんですよ。ごめんよ。絶対あれですよね、高校生の頃とかミクシーとかやってたタイプですよ。ミクシーぐらいやらせてくれよ。ミクシーぐらい流行ったじゃないか。みんなあれでなんか入学前に友達作りました。ああ、あるね、春からなって感じ。そうです、そうです。懐かしいな。私あれもやってなかったんで見てるだけでした。あ、みんな友達作ってるって思って。それ見てさ、私も作ろうとは思わないの。いや、なんか始められなかったです。なんかそんなミクシーなんて私はちょっとあれだな。なんかスルーズブログみたいな、ああいうのとかもすごいやってる子が羨ましかったですもんね。なんかなにこれ、癖なんですよ、こういうよくわかんないのを作るのが。なんか手長い。最後に彼女いたのいつですか？彼女は1年前ぐらいだね。長かったですか？10ヶ月ぐらい。10ヶ月ぐらい。それ毎回意見の食い違いなんですか？そうだね、だってそうでしょ。食い違い起きたからさ喧嘩するんでしょ。
確かに。どういうことで意見食い違うんだろうね。さっき話したと寿司と焼き肉。まあでもちっちゃいものがさ、いろいろさ食い違っていくとさ、二人ともなんか、まあ、飯では喧嘩しないけど、なんかね、不穏な空気になるじゃん。それが積み重なって。逆にどうなの？何で食い違ったの？あーなんか私結構大雑把なんですよ。すごいなんか綺麗好きで、そこがなんか違ったりします。あのお皿洗いとか私結構適当にやっちゃうんですけど、それプチ切れた、あちゃんと洗えてないよみたいな、プチ切れたねとか、なんか台所のシンクとか水滴が許せないみたいで、なんかこれ拭けてないんだけどみたいな、あのなんかその綺麗好き度合い、それは喧嘩になるね。なんか家帰ってたら足洗わなきゃいけないタイプの人で、なんか私は気にしないんですよ、まあ、自分家でもないし、正直言って正直でよろしい、正直人ん家じゃないですか、そんな気にしないんですけど、自分家だとそれいやしないですよ、しないよ、しないんですけど、なんか洗ってみたいな、洗ったふりとかすると、いや洗ってないでしょみたいな洗ったふりってどうやってするの、はい、洗面所行ってシャワーだけ、なんかじゃーってビビビみたいな、いけるとかすると、なんか洗ってないでしょ、あえ、そういうパレットどうなんの、洗い直し、え、洗ってないよっていうの、うん、洗ってよって、いや洗ってないじゃん、分かってよ、洗うよあは、ハクションするとか、なんかあんま気にしないんですよ、私そういうの、そんな綺麗好きな方でもないというか、なんか手洗ってないでしょとかすごいね、そういうだけ、そこら辺は結構違ったかもしれないですね、それはやばいね、それは喧嘩になっちゃう、そうね、まあ、あとお金のこととか喧嘩になりましたね。なんで例えばなんか全部 払ってくれるって言ったんですよ、なんかこんなに払ってんのにみたいなの言い出すんですよ、なんか俺払ってんじゃんみたいな、じゃあ払うよって言うんですけど、いやそれは違うじゃんみたいな、めんどくせえなんありがとうはみたいな、ありがとうを強要してくるんで、強要されると言いたくないじゃないですか、はい、こっちも、はい、とかそういうので、あっち逆にさ強要してさ言ってもらってさ、お分かったなりますね、ありがとう、わありがとう、よし、なんだそれ、犬じゃねえんだからさ嬉しいですね、まあお金は難しい問題ですからね、そう、うん、そっか、そういうので喧嘩しましたね、それきついね、どういうので喧嘩します、喧嘩はします、喧嘩はあんましないけど、あんましないね、あっちは怒ったりする、何で怒られるんですか、なんかなんでこうしてくれないのとか、とか結構あんま、そうだね、自己中だから、自己中なんですか、あんま言うこと聞かないから、それでなんでしてくれないので、そう喧嘩してたりしない、そう、なんでそんなしない、怒られることが多いんですか、そうなの、怒られるね、したら反省するんですか、怒られた、するの、絶対しない、するね、めちゃめちゃもう泣く泣かれるのもダメですね、ごめん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 うん、
怒んないんでしょ。怒んないです。あ、なんかでも怒ったことありますよ。なんか前の人が歩いてる時に痰を吐くんですよ、道端に。とんでもないやつ付き合ってるな。ヤンキーですか。なんか痰を吐く癖があって、はい、ヤンキーですよそれ。私なんか何回も注意するんですよ、はい、いやなんかやめた方がいいよそれって言うと、でなんか誰に迷惑かけてんのって言われるんですよ。迷惑、あ、そういうことね。なんか物理的に誰に迷惑かけてんのみたいな、うん、見てる人不愉快じゃんみたいな、でもそれって物理的じゃなくないみたいな。ちょっと通した方がいいね。通した方がいいね。そんなすごいね、モラハラすぎなんだよ。なんか私が何も言い返さなかったらモラハラになったんですよね。ああ、許しちゃったね、うん、そういうことね。いやなんかモラハラにさせたのかもしれないし、それもあるかもしれない、ね。あとなんかスーパーとかに並んでると、なんかこういうお会計してる台があるじゃないですか、店員さんが。なんかそこにちょっと座るんですよ、はあ、ちょこんって、はあ、でもそこ椅子じゃないよって。注意してるじゃん。注意します、椅子じゃないよって。え、じゃあ何なら座っていい。言い返してくるんですよ、もういちいち言い返してくるから。とんでもない、とんでもない、とんでもないやつでしたね、本当に。まあでもね、いいとこもあるあったわけでしょ。まああったんでしょうね、きっと。何でもかんでもよくわかんない、論破してくるから。ちょっと許してあげちゃいそうだもんね。だからまあいっかみたいな感じで、それが積み重なっていった。それが積み重なっていったんですよね。よくないね。薬やってましたよ、その人。え？薬やってましたよ。だからさっきのあの売人のやつ、なんか本当かみたいな。なんかよくあるなみたいな。じゃあガチヤンキーじゃん。例えば何？あ、薬ですか。あ、でもその人はマリファナでした。あ、マリファナか。わざわざポンプまで買って、あ、ポンプ買いに行くの付き合わされたんですよ。渋谷の美味しいまで。やばい。あの紙に巻いたりするんですけど、そういうなんか紙にとかも毎回付き合わされて買いに行くの。やばい。やばい。だから信じれる。俺の話。いける。まあ、そういう人いますよ。なんか結構その人の周りも多かったんですけど。ああ、まあだろう。じゃなきゃそうなんない。ただなんか、でもなんかさすがにタイまで行くのかって。タイまで、うん、なんかタイまで運んでたって言ってたけど。ああ。から何？本当かなって？うん。もうタイ合法だもんね。まあまあまあ、部長なんですよ。さすがに。僕はさないし。ここまで相手が元彼の悪かったところを愚痴ってますが、ここで自分も一緒になってその元彼を強く批判するようなことは言わないようにしましょう。なぜならその元彼は相手の女が好きだった男なわけなので、当事者である自分が愚痴るのはいいけど、知らない奴に好きだった人を批判されるのはなんかうざいと思われるから。そんな人だったんだ、それは辛かったねと同意しておけば OK です。人を下げて自分を上げるようなダサい言動はしないようにしましょう。タバコも吸わないし。タバコも吸わない方がいいですよ。分かった。やっぱタバコ吸うとヤニがついちゃうから歯に。確かに良くない。うん、良くない。Cシャとかたまに行ける。Cシャって何が楽しいですか。え、あれを吹いてオラつく。ほらつく、煙吐いて、ほらつく。でもめっちゃ多い、いろんなところにあります。そうだね、でも普通にあのなんかお酒飲んだ後とかさ、ちょっと酔っ払うから、シーシャ吸ったら。ああ、酔いの周りが入るから。そう。でもさ、酒ってさ、飲んじゃうとさ、二日酔いとかやばいじゃん。だからまあ、それでいいよね。
2杯飲んで C 社すれば、まあ、ちょっと回っていい感じになるから、そう5杯とか飲んだらもう2日酔いになっちゃうから俺弱いですか、ね、そう弱い強い、まあまあですね、あんま変わんなそう。C 社は何でするのと聞かれた後に私は吸っておらつくためと冗談を言ってます。この冗談の後に C 社は酔いが回るからいいんだよねと真面目に答えています。なぜならあんまり冗談ばっかり言っててもうざい会話になるから、冗談を言って笑いを取ってからその後相手の質問に真面目に回答するというのは私がよく使う会話の手法です。冗談プラス真面目に回答という流れで会話をすればうざい会話にならず楽しい会話になります。なんか酔っ払ってからが長いかもしれないですね。でも二日酔いには全然なりません。二日酔いね、酒じゃなくても二日酔いにはなります、ね、酒はじゃあ飲む、酒飲みますよ。でも飲まなくても全然平気です。これ俺もそうだ、飲めない子増えてきてません最近、うん、なんか周り多いんですよ。職場の子とかほとんど飲めないんですよ、みんな。そう、うち、ね、飲めるからといって何か変わるわけじゃないか。そうなんですよね。そうそうきついか。はい、出会ってから約1時間くらい経ったので私からじゃあ行こっかと言ってデートを終わらせました。1回目のお茶のデートやランチのデートは1時間で十分です。なぜなら意味もなく長く一緒にいてもグダグダになりいい印象にならないから。動画を見ていただいた通りこれ以上一緒にいても特に話すことはありませんし、実際女は会って 2,30 分で私のことが脈ありなのか脈なしかの判断はついています。これ以上長く一緒にいても結果が変わることはなく、逆にこれ以上は時間が経つにつれてマイナスに作用してしまいます。なので1時間で十分。無駄に女と長く一緒にいたから男は多いですが、これは暇人の紐手がする行動なのでやめなさい。ハイステータスの男は自分を高めることで忙しいので無駄に女と時間を共有しないから。1回目のデートの目的というのは相手の女に自分の見た目や所作雰囲気を見てもらい、男としてありなのかなしなのかを判断してもらうために行くということを理解しないといけない。ありならばスムーズにまた2回目のデートが組めて、なしならば2回目のデートが組めない。ただこれだけ。2回目を組めるならそこでアプローチをして告白やお持ち帰り打診をする。2回目に行けないのなら諦めて違う女に行く。非常にシンプルな話です。また帰るタイミングというのも私のように自分から切り出してください。相手からの行こっかを待っていてはダメです。デートは全部自分のペースで進めなさい。会う時間も会う店も食うものも次行くとこも一緒にいる時間も全て男が決めるものです。決められないのは判断力がない弱い男なのでやめなさい。持てる？うちね、俺今引っ越し中で。まだ引っ越し終わってない。そうそう、今ホテル転々としてる。そう、あのなんかミスって物件決める前にあの解約しちゃった。そう。最悪。だ今家ない。それだからホテル泊まなきゃいけなくて、ホテル高くて死んでる。ガシガシ死そう。マジ高いからね。どれぐらいですか？普通にアポとかで今16,000〜5,000円ぐらいですか。普通のなんか、なんだっけ、この三井とかちょっと綺麗なとこ泊まるとしたら 4,5 万する。あ、そうなんですか。そう、1日やばいよ。やばいよ、マジで。はい、ます。で、あの、今日の、2,000円ゲスはまた進むね。レザー好きやな。あ
いや、わかる。なんかダウンまででもない。まだ早い。でも、暖かくないですよね、そんなに。夜寒いよ。夜寒いんですよ。手とかまで行かないじゃないですか。何か。竹？竹？それの竹が。ああ、そうだ。伸びないじゃないですか。あ、寒い。寒いし、なんか中に着る服限られますよね。確かに。だからあんまゴワゴワすぎるとさ。あ、そうだね。俺半袖だもん。寒いです。寒いです。もともとか中に来てないから。え、今だけだよ。春、そうですね。でも昨日はなんか暑いじゃないですか。そう、だから昼間結構半袖でできるぐらいだ。いけるの？はい、カフェを出て2人で並んで駅に向かってる途中ですね。この時点で相手の女の体の距離と私の体の距離がかなり近いことが分かります。自分に対して脈がある場合、女は自分と体を近くしてきます。これは女の男へのアプローチです。この女のアプローチの仕方は全世界共通で、直接言葉でスッチー君のこと好き、気になってるって脈ありを表明してくる女は少ないですが、好きな男の体に自ら近づき体を当てに行くというのは9割の女がやります。この映像を見て分かる通り、私はただ普通に歩いてるだけで自分の体が相手の女の体にぶつかってしまうくらい近い距離です。この状況になった場合、かなり脈が高いので、こちらからもボディタッチをしていくと、さらに女と親密になり相手は濡れます。マジで付き合いでしか言ってもない。あの、そうですよね。あ、イメージとか、インスタ見ないです。インスタ見てるの？見てはいい。あ、見てる、見てはいい。こっちから言う。いないわけです。かわいいですよね。私はここで人通りが多い明るい道をあえて避けて、あんまり人がいない暗い道から帰るように誘導しました。なぜならその方がボディタッチやキスがしやすいからです。これも計算しています。アプローチでからしないんだよ。ただって言ったらアプローチできないでしょ。どうすればいい？人を判断しないか。しないって言われたら何もできない。あまり人がいない暗い道に入ったので、車が来たタイミングでまず腰をタッチしながら歩道にエスコートしました。タッチして歩道にエスコートしたら、一旦離して私は立て続けに次は相手の肩を抱きました。これをすることでデート終盤に相手をドキドキムラムラさせて帰らせたかったからです。このようにデート終盤にボディタッチをしてデートを終わらせることで、相手の女が2回目もあって次のステップに進みたいと思うようになります。2人で歩いてる時は腰や肩をタッチしながら歩くと自然に距離が縮まります。でもいいね、健全だね。あの、だってまだ6時ぐらいしますよ。次どこに行くんですか？今何中？引っ越しの中。何中？今ね、あの審査。審査中。それはだいぶ間違えますよね。だとしたら。やめてやめて。こいこいこい。審査間違えた。無駄な。まあまあまあ。
セラミックですか？あ、俺違う、普通の歯。普通の歯？生まれたての歯？私ですか？え、なんてだっけ？あ、違う違う、生まれたての歯ってなんて普通の歯。永久歯です。あ、永久歯って言うんだ。永久歯です。なんかセラミックにしてそうな。あ、確かに確かに、俺ホワイトニングするの好き。そう、だからでも、なんか俺さ、顎こうやってさ、やられたんだよね、大学の時に。顎を肘で折られて、喧嘩で？違う、なくちゃう、サッカーで。サッカー、喧嘩しねえ、喧嘩しねえ。すぐそうやってさ、その話で喧嘩で、サッカーで、あがって怪我しちゃったかな。そう、高額ちょっとガタガタなの。最悪。それまで花火めちゃくちゃ良かった。あ、そうなっちゃうものなんですか。そう、ずれた。だから本当だ、へこんだ。最悪、折れなくても良かったですね。本当だよ。はい、これで1回目のデートは終了です。別れ際に肩と腰をポンとホリータッチをして別れています。こうすることでいい印象で1回目のデートを終わらせ、2回目のデートを楽しみにしてもらいます。終わり良ければ全て良しという言葉がありますが、最後の自分の印象というのが次の2回目のデートで会うまで続きますので、別れ際というのはスマートに振る舞う必要があります。また家着いたら LINE してと言ってますが、これを言っておくと相手からありがとうございました、家着きましたの LINE が来るので、それにこちらこそありがとうと返信して1回目のデートは完了ということになります。そしてこのデートの1日後か2日後にお疲れ、丸日か丸日ご飯行かないと LINE を送り、2回目のデートに来てくれるかどうかですね。来てくれる場合はいいですね、丸日なら行けます、どちらも仕事なんですが丸日か丸日なら行けますと LINE が来ます。今回はデートが終わった後、あの女から今日はありがとうと LINE が来て、その後私がデートに誘うと丸日なら行けると LINE が来たので2回目のデートが決めました。無理な場合はどちらも仕事です、すみません、いやまだちょっとわからないのでシフトが出たらまた言いますねと来ます。無理な反応が来た場合は無理に追わず次の女に行ってください。多くの男はこの無理な反応が来たのにもかかわらず何ヶ月もその会った彼女のことで頭を悩ませてるんだけど、本当に時間の無駄だしマインドセットがひも手になります。今後は絶対にやめなさい。日々外見、収入、知性、コミュ力をレベルアップさせ、自分磨きをしながら今回の私のような1回目のデートを繰り返していけば自ずと成果は出ます。何もせず自分が成長していないのにいろんな女とデートを繰り返したところで結果は変わりません。とにかくやるべきことをやりなさい。そしてデートが失敗することは何も問題ありません。なぜならこの地球には腐るほど女はいるから。私は恋愛が得意ですが、人生であなたの100倍女に振られてきてます。だからデートが得意ですし恋愛が得意なんです。
。この動画をデートの前に見て学び、マッチングアプリでもナンパでも何でもいいんで、女と出会い、実際にデートに行って反省と改善を繰り返しながら成長しなさい。いかがだったでしょうか。実録、日本一の恋愛講師の初回デートを大公開という動画でした。そして2万人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、私がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで私が指導した2000人以上の恋トレ大学の生徒が彼女セフレを作った方法を配信していて、恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者4万人突破を記念して、作成費用500万円以上、作成期間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材、恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で、文字数にすると約15万字のボリュームの男の恋愛の全てを攻略した教材になっております。プレゼントの内容は、彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事、筋トレ法、 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、ストリートナンパへ得のロードマップ、女の食いつきを上げる LINE 手法、デートを成功に導く店の選び方、最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って、人生を変えたい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも、私の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や、恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極秘恋愛テクを発信しているメルマガやブログも、私の公式LINE から閲覧することができるので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。すべて完全無料です。ということで、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。